巨人の新監督に安倍晋之助ヘッド兼バッテリーコーチが就任したポストハラの候補には高橋由伸氏の再登板や落合博満氏らの名前も取り沙汰されていたが規定路線で落ち着いた形だ過去にも実現には至らなかったが監督就任の噂が出た大物がいたよく知られているのが 1981年秋に太陽が浪人時代の長嶋茂雄氏にラブコールを送った話だ同年9月24日親会社太陽漁業本社の中部藤次郎社長が長嶋氏の獲得を宣言したのが始まりだった同年最下位に沈んだ太陽は土井淳監督の後任に長嶋氏を迎えようとしたのだしかし長嶋氏は来年はどのマスコミにも属さず フリーの立場で日本の野球をキャンプから見たいと二波宣言し翌シーズンの対応入りはなくなっただが中部慎二郎オーナーは長嶋さんへのラブコールは続けますそのためにもチームをもっと明るく強くしなくてはと将来の長嶋太陽実現に意欲満々 11月6日に就任した関根淳三新監督も昭和50年1975に巨人のヘッドコーチを務めていた僕が至らなかったばかりに再会で長嶋政権の顔に泥を塗ってしまった対応でその借りを返したいとチームを優勝争いできるまで強くしてから長嶋氏にバトンタッチする意向を示した2年後の83年 太陽は前年の5位から3位と4年ぶりの A クラス入りを果たし、木は熟したかに見えたが、長嶋氏は太陽側の誠意に感謝しつつも、最終的に復帰はまだ早いと断ってきた。関根監督はもう1年待ってみましょうと球団側に持ちかけたが、3年間誠意を尽くしたけど。 ご縁がなかったと思って手を引きましょうという結論になった野球ができてありがとう関根順三砲弾、小学館それから5年後の88年秋今度はヤクルトが積極的にアプローチしたい来ていただけるならキャンプ中でも構わないヤクルト本社桑原淳社長と長嶋市の招兵に動く。 前出の関根監督、太陽退団後、ヤクルト監督に就任の進言を受けてのアプローチといわれ、当時ヤクルトには長男、一茂も選手として在籍していたことから、長嶋ヤクルトを待望する声も多かった。よく89年3月に発売されたファミコンソフト、ペナントリーグホームランナイターでは。 スワローズをもじったスワンズの長嶋監督がフライング登場しているだが10月11日長嶋氏は「まだユニフォームを着る気はない」と断りを入れ対応同様実現することなく終わっている西武で黄金時代を築いた森正明氏が巨人の次期監督候補に浮上したのが98年のシーズン中だ 前年4位に沈んだ長島巨人は98年も勝率5割ラインギリギリの苦しい戦いが続き2年連続 V すぐるが決定的だった9月2日渡辺恒雄オーナーが続投かどうかは本人の意思が最優先だと発言したことで長嶋監督の身体問題が一気に表面化する さらに公認候補として、西武時代に9年間で8度の優勝を成し遂げた巨人 OB、森氏の名前が浮上。渡辺オーナーは、森氏とは今年も去年も一度も会っていないと否定し、森氏も、あくまで今はシーズン中なので、答えたくないと言葉を濁したが、長嶋辞任、森新監督の報道に、ファンは大きなショックを受けた。 9月10日の広島戦では、スタンドのファンが長嶋監督続投を熱望するボードを掲げて応援する光景も見られた。だが、よく11日、森氏が監督就任を正式に要請されてもお断りする。こんな大騒動になって、もうこれ以上はうんざりだ、とコメントしたことで、騒ぎは収束へと向かう。実は、 長嶋監督は8月19日に成績不振を理由に辞表を提出しており後釜に森氏が内定していたといわれる森氏も張本勲氏を打撃コーチに招く話を進めていたと伝わるが OB も含めて反対の声があまりにも多く自ら身を引いたようだそして9月12日長嶋監督続投が決定 森氏は2年後の2000年10月横浜の監督に就任したアンチ・巨人の代表格で知られる星野千一氏に巨人から次期監督の話が持ち上がったのは5年のシーズン中だった同年の巨人は5位と低迷しチーム再建の切り札として白羽の矢が立てられたのが当時阪神の SD シニアディレクターを務めていた星野氏だった 巨人側は8月以降、数日にわたって星野氏に接触し、巨人を助けてもらいたいとラブコールを送ったが、アンチ・巨人をトレードマークにこれまでやってきた星野氏は、ファン感情を考慮し、巨人入りに抵抗を感じているという関係者の話も報道された。3年総額40億円とも言われる巨人の破格の条件提示に対し、 星野氏は私よりもそちらには若大将がいる戸原辰徳前監督を推薦し断ったと伝わる9月10日 SD の契約を更新し阪神残留を発表した星野氏は一連の報道について正式な要請がないんだから仮の話に対して答えるのは失礼だと思っていたと説明したがその一方でもし引き受けていたら の思いもあったと言われるその後楽天の監督に就任した星野氏は13年の日本シリーズで原巨人を下し同球団に初の日本一をもたらしたのはご存知の通りだ文久保田達夫久保田達夫1960年生まれ東京都出身中央大学文学部卒業後地方紙の記者を経て独立。 プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。森氏巨人監督就任のニュースは新幹線の電光掲示板にも載り決定したがに思えた。あの時は世論や OB の反対が多く流れ、その後に森氏は横浜監督に。 ただ横浜で結果出せず退任後は9回とも距離を置いた西武黄金期の名称としてはあまりにも寂しい晩年だと思った森監督は疲労岡の遺産を引き継いだだけという見方もあったけどね確かに黄金期のメンバーがちょうど油が乗り切る頃で案の定横浜で苦労することになった 弱小チームを嫌われながらも鍛え上げて優勝させた労岡はやっぱりすごいと思います話題とは異なるが記事にさらっと出ている関根さん広島では門限破った衣笠に夜中3時まで待って素振りさせたり巨人の2軍監督として西本中畑篠塚を鍛えたり太陽では屋敷加藤田代高平を率いて A クラスに入ったり ヤクルトでは池田コンビをはじめ野村ヤクルトで活躍する多数の若手を育てていたりと育成手腕の高さがハイレベル森氏については清原の功罪がありますね最初は2軍で基礎体力からびっしり練習させろという声を遮り1軍で使い続けて結果を出した広岡氏は2軍で練習漬けにすればその後三冠王の可能性もあったと明言しています しかし高卒1年目の野手が上昇西部で3割30本4番打者として日本一になるなんて漫画でもないような夢をファンに見せてくれました三冠王は複数人いるけど高卒1年目の手で3割30本は清原だけです本当に夢の打者でしたしかしプロを甘く見て引退までタイトルはなし残念でなりません 森氏と広岡氏のやり方でどちらが正しかったのかは分かりませんが森氏の育て方にはこと罪の両方がありましたね。